はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティスト新です。今日はですね、一般に皆さんが雑草と呼んでいる植物の駆除の方法を少し皆さんに教えたいと思います。まあね、雑草というね、名の植物はありませんってね、昭和天皇がおっしゃってましたが、まあ、まさにね、その通りで雑草という植物はありません。それぞれに一つずつね、お名前がついてるんですけれども、まあ、基本的に皆さんがね、こう花壇にお花を植えるじゃないですか。植えた時にこの花が咲いてほしいなと思う花が咲くわけですよね。で、その花が咲いてほしいなと思った花以外のものがそこからこう出てくるとね、それがみんなこう雑草という部類になってくるんだと思います。ただね、やっぱりこう自分ご自身でね、こう管理してる花壇ですから、まあ、お庭もそうですけど、やはりこう綺麗なものが、自分の好むね、綺麗なものが、まあ、そこにあったら、それが一番ね、ベストなわけで、まあ、じゃあね、その以外の植物をやっぱりこう駆除していった方がいいわけですよね。抜いていった方がいいわけですよね。まあ、その方法をね、今日はね、皆さんに教えたいと思います。まあ、ただね、その雑草の種類って、まあ、ざっとね、挙げてみたんですけれども、ヒメジョーンとか、アカザ、スベリヒユ、ブタクサ、オオバコ、カヤツリグサ、ツクシ、セイヨウタンポポ、カタバミ、セイタカワダチソウ、スギナドクダミゼニゴケとかね、まあ、いろいろとこう、挙げていくと、数百種類あるみたいですけど、まあ、ちょっとこの、出てくる中でも、まあ、例えば西洋タンポポとかツクシとかね、ドクダミとかも僕なんかからするとなんかちょっとね、生えててもいいかなって思っちゃうような、草も出てます。なのでもう本当にね、やっぱりそれぞれね、みんなそれぞれ思うことが違うんだと思います。はい。なので、まあ、今日はね、じゃあその、ね、除草剤を使ってしまうと、例えば自分のこれを生えててほしいと思ったものも枯れてしまうし、その後にね、その後の土壌のやっぱりこう、ここに何かを植えたいなと思った時には、ちょっとね、その強い薬ですから、またそこを生えてくるまで時間がかかってしまったり、まあ、あとはね、小さいお子さんがいるとか、ペットがいらっしゃるね、ご家庭でしたら、やっぱりちょっとそういう除草剤は使いたくないなと思う人もたくさんいらっしゃると思います。なので、まあ、今回はね、除草剤を使わない方法で、優しい方法で、まあ、こう雑草を生やさなくしていく方法というところを皆さんに教えたいと思います。はい、ではね、まあ、ここからちょっと考え方になるんですけど、雑草ってじゃあね、どうしたら生えていくのっていうことになります。でもちろんね、雑草って言ってもね、植物ですから、こう生育していくためには光が必要、太陽が必要だし、お水が必要だし、もちろんね、土が必要だったりするわけですよ。でだからね、そのあたりをこううまく利用していけば、雑草っていうのはね、どんどんなくなっていきます。で基本的に、やっぱり雑草と言われているものでも一年草もあれば多年草もありますね。まあ、要するに一年草というのはこう種が落ちて、その種によってこう増えていくものですね。で、多年草というのは根っこが残ってて、その根っこが、まあ、からどんどんこう花がね、っていうか草が生えていくものがそうなるんですけれども、例えばね、考え方で一年草であれば、種が落ちる。その種が落ちるとやっぱ繁殖するんですよね。まあ、例えばタンポポなんかもこう綿毛がふわーっと飛んでいけば、それで全部こう繁殖していくわけだし、こう種がパーンと飛んでね、遠くのところに繁殖していくものもいるし、あと鳥にこう食べさせて繁殖していくものもいますね。まあ、要するに種子ができると繁殖するわけです。なので例えばその種子を作らせない方法を取ってあげればいいわけですよね。それにはもちろんこう種子というのはね、皆さんもよく知っているように花が咲いてそれが種になっていくんで、まあ、だからこう雑草と言われているものね、自分が思った以外の花の植物にお花が咲いたら、お花を全部ね取ってあげるんですよ。
お花が咲くとお花って目立つじゃないですか。だからそのお花をもうまあね、かわいそうですけどね、取ってあげるともうその植物はそこに種ができなくなるんで、まあ、いずれね、例えば冬になって、枯れるじゃないですか、一年草だから。そうしたらもう春になったら種が落ちないんでその植物は生えてこないということになりますね。でまあこれで一年草はだいたい駆除ができます。はい、で次にね、まあ、多年草と言われている根っこでねこう生えていくものですね。これに関してはどうしたらいいかというと、基本的に植物は光合成して生きていくので葉っぱがないとね光合成できないんですね。だからやっぱりこうよく草を皆さん葉っぱを取るじゃないですか。それと同じように鎌とかで取ったりとかして上の表面部分をね取っていくと、それでだん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 やっぱりこう光合成できないからまた生えてくるけどまた取る、また生えてくるけどまた取るを繰り返してると、どんどん弱っていきます植物は。それで根絶えていくことはね、根絶えていきますが、まあそれにはね、皆さんのこう労力というのはね、すごく必要になりますね。毎日、こう、早いですからね、やっぱり植物って生えてくるの。生えてきたらすぐに取る。生えてきたらすぐに取るっていうね、その作業を繰り返していればいいわけですね。ただ、やっぱりそれはね、どうしてもこう仕事のしてて、毎日はできないよとか、一週間に一遍でもきついよっていう人もたくさんいらっしゃると思うので、そしたらね、どうしたらいいかというと、そこに光が刺さなければ、まあ、結局はその葉っぱに、葉っぱが光合成できないんで、いずれこう耐えるわけですね。まあ、それをね、考え方としてはグランドカバーっていう考え方になるんですけど、こう土の表面を覆ってしまうっていうことですね。まあ、それの方法としてはですね、例えば、土に砂利を引く、ね、それから防草シートっていうね、こう草を生やすねシートがよくホームセンターとかで売ってるんですけど、その防草シートを使う。あとはね、バークチップっていう、こう木の、ね、バークウッドチップの塊あるじゃないですか。あれを引いてしまう。あとはね、まあグランドカバー、植物で、まあ、例えば、まあ、こう平たくこう、伸びていく植物、松葉木とか松葉ボタンとかもそうですけど、まあ、そういうね、まあ皆さんのよく知ってるところでは芝生なんかもそうですね。まあああいうね、要は一定の植物でその土壌を覆ってしまって、その植物がでそのグランドカバーして他の植物を生やさなくするということですね。まあ、あれは植物のこう特徴として他の植物を自分の縄張りに、ね、生やさないよっていうところがあって、まあ、その特徴を人間が使用したものなんですけれども、まあ、その代わり、まあ、その自分の思った植物ね、そのグランドカバーに適した植物でこれを、私は植えたいよっていうものがなければ、まあ、逆にそれもね、さっきの発想で言うと雑草という部類に入ってしまうのかもしれないので、まあ、そのねグランドカバーの考え方でその植物を覆うっていうのはちょっとねその人の好みが出てくると思います。はい、その他にですね、あと腐葉土って土があるんですけれども、その腐葉土をねこう全体にこう撒いてしまうという方法もあります。はい、まあ、これはねよく山に入ると山が落ち葉でいっぱいになってるじゃないですか。でそこって草やっぱ生えてないですよね。それと同じ考え方になります。でね、まあこう今言ったグランドカバーの考え方っていうのはやっぱりこう効果的なんですけれども、例えば最初に言った砂利を引くっていうパターンですね。あとはよくコンクリートにしてしまうとかね、セメントで固めてしまうとか、固まる砂で固めてしまうとかっていう方法もありますよね。まあその関係、まあ、例えばコンクリート、セメント、固まる砂ね、その砂利を引く、ここに関係してくることというと、一度引いてしまうと、まあ、例えばコンクリートなんか一番そうですけど、次ねそこに何かを植えたいよって言った時にはコンクリート剥がさなきゃいけなくなりますね。大まかになっていくんですよ。まあ、それがね、まあ、砂利を引くは、まあ、砂利が一番今言った中では大がかりではないんですけれども、まあ、でも砂利も土と一緒に混ざってしまうので、やっぱりこう砂利を全部拾うということは
結構大変なんですね。だから土と一緒に混ざった砂利っぽい土になってしまうということにはなってしまいますね。それがデメリットになるんではないかと思います。次にこの防草シートを使うっていう部分ですね。まあこれは結構まあ面倒くさいし、あと景観的にそれが悪くなる可能性はありますね。ちょっと防草シートを敷いた庭で花を植えていっても、その防草シートが見えた時にやっぱりちょっと僕はこう汚く見えるんじゃないかな、その防草シート自体が、ね、汚く見えちゃうんじゃないかなっていう感じはします、はい。であと次にバークチップ、まあ、この辺りはね僕いいんじゃないかなと思うんですけれども、バークチップに関しては結構お庭が広かったりすると、僕なんかも結構こうプランターなんかの時はバークチップ使うことが多いんですけど、庭が広くなると結構な量が必要になってきます、バークチップね。そうすると、まあ、バークチップ結構高いんで金額的にこうドンと上がってしまうんではないのかなっていうところはあります。まあお金いくらねつぎ込んでもいいよって人だったらバークチップ僕は多分一押しだと思いますけれども、まあ、ちょっとねこうバークチップを全部引き詰めるには予算が足りないなっていう人がでしたら、僕ね結構この腐葉土とかは値段も安いし、こう引き詰めていくにはねとても良いんじゃないかなと思ってまして、その腐葉土に関してはその後ねもちろん腐葉土って養分になってくるんで、そのまんま土と混ぜ込んじゃってもね、次そこに何か植えたい時に混ぜ込んじゃっても全然問題ないんですよ。まあ、そういう意味でねこの腐葉土っていうのは今言ったグランドカバーっていう考え方の中では一番いいアイテムなんではないかなっていうふうに思います。はい。で今言ったグランドカバーっていうね考え方も、その前に言ったこう花を摘んでいくねっていう種を作らせないっていう考え方もやっぱりちょっとこう数ヶ月間の、考え方になりますね。数ヶ月間かけた考え方になります。もうねそれじゃあねちょっとね待ちきれないよっていう人にはもう一つね雑草を、除草剤を使わなくて対応方法があるんですけれども、それはですね熱湯をねかけるんですよ、その耕したり草に。そうすると熱湯をかけることによって根っこがね死ぬんですね。それでその雑草はもう完全に枯れます。この方法はですねまあ基本お湯なんで水じゃないですか。だから全然こう他に害っていうものはないんですね。ただこうかけたところは全部死にます。なのであとはねこれをかけるときにやっぱり熱湯なんで火傷してしまうとかっていうね自分に対するリスクはちょっとありますけれども、そういう庭をね、庭の植物の他のものに害を与えないという意味では熱湯をかけるのはすごく効果的な方法です。即効性としてはですね一番ベストなんではないかと僕は思います。はい、はい。あとね、なんかね、塩をね、こう、撒いてしまうっていう人がね、いるんですけど、塩はね、絶対やめた方がいいです。あれはですね、その後の次にね、植える植物とかにも、すごく影響をしてしまうので、塩は絶対に NG です。やめた方がいいです。はい。あとね、もう一つ考え方なんですけど、このね、雑草とのね、戦いっていうか、園芸とかガーデニングをやってると、絶対この雑草との戦いが始まるんですね。で、そうした時に、やっぱりこの雑草とんのは大変だって皆さん言うんですけど、僕ね、例えば、本当にこう、プランター、数個だったら、もうすぐにこう取れるじゃないですか。じゃあなんで大変かっていうと、やっぱりね、土地が広い場合が、その庭にしてるね、場所が広い場合、やっぱ大変なんですよね、これがね。なんですけど、これをね、大変じゃなくす方法っていうか、まあ、やることは一緒なんですけど、大変じゃなくす方法っていうのがあって、それってね、よく例えば、なんとか庭園とかって言われてるところって、庭師の人が入るじゃないですか。あれ、庭師の人が入ると、一周ずっと同じ、今日はここ、今日はここ、今日はここっていうのが決まってて、それをずっとやっていくと1年経ってまたここに戻ってきて、
だから要するに前にあの方たちは仕事なんで、それをずっとこうやって繰り返してですね、まあ、それと同じ考え方で、あの全部をやろうとしないで、今日はここ決めた、次はここ、次はここっていうね、ローテーションを決めてくるんですね。ローテーションを決めてやっていくと、本当にこうその日ねやるところはここだけで、でそのローテーションを決めたら、例えばね、次ここまでやって次の日をサボろうとか、そういう考えはしないで、もうここって決めたらここしかやらないんです。そしたら次の日はここだったらここしかやらないんです。まあ、そういうように決めてやっていくと、すごくこう楽で常に綺麗なお庭が保ってっていうことですね。一気にやろうとすると、何でもそうですけど本当大変になります。なので一気にやらないで、ローテーション決めたところだけやる、この考え方は多分僕はベストだと思います。はい、では皆さんね、この方法で雑草を減らしてみてください。そうするとね、除草剤とかまかなくても全部、自分のお好きな花だけを生やすことができます。はい、今日のね、この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。またね、チャンネル登録してくださる方がたくさん増えてきて、とても励みになってます。なのでまたね、次の動画も有益な情報を皆さんにお伝えしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。